はい、皆さん、こんにちは。今回は、本日配信のアーケードアーカイブス、プレイステーション版、バーサスキャッスルバニア、悪魔城ドラキュラですね。はい、やってみたいと思います。無知が×で、丸がジャンプか。なるほど。あ、ちょっと、やりにくい操作だな。クレジットはどこだ？クレジットはどこで入る？あ、これか。あ、やっぱり悪魔城伝説だ。いわゆる悪魔城伝説の悪魔城ドラキュラの1か。確か1面はコウモリのはずだ。基本的にバーサスシリーズでファミコン版だから。キャッスルバニアっていうことは海外版ってことかな。ゾンビ。確かコウモリ戦は斧が強かったような記憶が。あ、まあ、聖水も。いや、でもコウモリ戦は斧の方がいいな。危ね。確か斧手に入ったような記憶があるんだけど、ね、ゾンビが湧きまくる。斧が欲しい。一面は聖水よりも斧。お、クラッシュ。でもあれだな、この頃の波サウンドはもう若干しょぼいな。やっぱ悪魔城伝説が最高だな。あ、やばっ、しまった。あ、でも隠し、あ、やっぱりあった。よいしょ。危ねえ。下か。ああ、懐かしの半魚人。安全に行きたい。ハートは嬉しいね。特殊武器をいっぱい使えるから。ミスター、まあいいか。てってってんてってってん。クラッシュ。もうそろそろボスじゃねえか。ゾンビ。お、無敵。来た、斧。余裕だぜ。まあね、1面はまだ余裕だな。ちょっと行けるとこまでマジで頑張ってみよう。確か5面か6面で終わりのはずだ。お、クロス。悪魔城ドラキュラはあれだな、ファミコン版。何あれ、2000点。あ、嘘。ファミコン版じゃねえか、プレステ4版の悪魔城伝説コレクションでクリアしたんだろうな。あ、そうだ、セーブして戻るを何回も繰り返したんだ。
ち投げ。2面のボスは誰だったっけな、メデューサだったっけな。こいつら鬱陶しいんだよな。探検、探検一番いらん。メデューサ戦は聖水がいいかな。めっちゃ気をつけないと。言ってるそばから死んだ。ああいうところが一番怖いんだよな。ドラキュラはノックバックがひどいかな。言ったら、あでもタイムストップが このステージやっちまった。またドラキュラあるあるだ。やばい、もうすでにゲームオーバーになりそうや。行けるところまで行きたいとか言いながら、これラストやし。すげえ減った。最悪だ。あ、ハイスコアのトロフィーが取れたんか。ちょっとコンティニューしてみよう。でも0点からだろう。えいや、最悪だ。コウモリ狙ったのに。うっそーん、4も食らうんかい。なぜ4も食らうんだ。これクロス持ってた方がいいんじゃないか。最悪。絶対探検は嫌だ。探検だけは嫌だ。よいしょ。なんかここ怪しいな。ないか。ないか。やっちまった。いや、クロスの方がいい。無理か。怖い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 。落ち着いていこうぜ。えいや、ずれる。何これ。
験もないよりマシ。この長いムチの当たり判定は素晴らしいんだけどな。おラッキー。バーサスキャッスルファニア2面で撃沈。こんなんだったっけな。まあでも仕方ない、俺の実力がこんなもんだったということですね。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。でももうコメントするまでもなく、もうどけたとしか言いようがないな。もうほんとひどい。